それでは囲み取材を始めます。まずは不正に関する質問からお願いします。読売新聞の渡辺さん、本日なんですけども、大阪府の河川整備審議会の方が大東川ダムに関して、十分な治水効果があることが確認できたと答申を行ったんですが、改めてのご説明の方をお願いします。はい、この大東川ダムの効果について、専門家の方からこの一定の治水の効果がある、もしこの大東川ダムがない場合を想定したときに、特に大阪で行くと東淀川区、それから旭区で約9兆円の被害が生じ、お亡くなりになる方も多数出ると、それを防ぐことができるという一定の専門家のこの答申がありましたから、大府民の皆さんの命財産を守るということで必要な効果があるのであれば、これは前向きに検討していきたいと思います。もちろんこれ橋本知事時代に一度ほか効果をきちんと精査するという河川計画を立てるべきという話もありました。大阪において下流域の阪神難波線、これが非常にリスクが高いエリアだったわけですけど、ここはその後、僕も市長時代にやりましたけれども、河川の治水のために、安全のために高架化というのも事業が決定をしました。そこが非常に心配だったわけですが、そこも治水能力の高まると、安全性も高まると、この下流域でのける課題であった河川の整備の事項、これも方向性としてまとまりました。その上で上流域である大東川ダムの効果を検証して、結果その大阪府民の皆さんの命財産を守るということで大きな効果があるということであれば、これはやっぱり知事として前向きに検討していきたいと思います。あともって新型コロナウイルスの事故関連なんですけども、昨年の12月にですね、喜多方市の方で、陽性患者の方で自宅療養中だった親子の方がですね、お亡くなりになられたんですけども、これは医師の方の判断だとは思うんですが、府の発表では一応コロナ関連死亡ということになっていなかったんですよ。でその一方でですね、コロナ患者の方で自宅療養中に亡くなっている方をですね、コロナ関連死亡に入れないのはおかしいのではないかという声もあるんですけども、それについて知事どのようにお考えですか。まずお亡くなりになられた2人の女性の方のご冥福を心からお祈りを申し上げます。この事案に関してですけれども、当時11月26日に陽性が判明した、26日、27日に陽性が判明をした、27日に陽性が26日に陽性が判明をしたという、これ11月下旬ですから、病床としては、病床は今のように逼迫している状態です。約 50% という状況の中で、これはもう保健所としても、ある意味その病床が逼迫している状況ではないというその背景の中で、今回この2方の症状が非常に軽症だということと、であとはもうこれ個人情報なのでお伝えはできませんが、ご家庭の事情、個人的な事情により、ご家族の方も自宅療養を希望されたということで自宅療養になりました。その後毎日健康観察をしていたわけですけれども、12月2日の朝も健康観察した段階では熱が少しある、そういう重たい症状になっているわけではないという状況だったわけですけれども、その日の夕方に急変をされた。で保健所が救急隊員の要請をしまして、その日にお二方ともお亡くなりになられたという事案です。で、それ以上の細かい家庭事情とか個人情報がありますので、それ以上については差し控えたいと思います。で診断についてなんですけれども、大阪府としては医師の診断、死亡診断書をベースに判断します。医師の死亡診断書でコロナ関連死でない場合、これはもうコロナ陽性中なわけですけれども、医師の診断書がコロナ関連死でない場合は、コロナ関連死としては扱ってないというのが、実際の取り扱いで、
まあ、ここは医者の診断というのがやっぱり一番大切だと思いますので、医者の診断書をもとに判断するということが今までの方針として考えているという状況です。ですので、まあ、今後自宅療養中でお亡くなりになられた方がある意味、医者の診断はある意味問わずですね、お亡くなりになられた方が何人なんですか、例えばそういうことをこう情報として公表するとか、あるいはその国で統一的にまとめているという流れは、大阪としてもそれはしっかりやっていきたいと思います。そのコロナでお亡くなりになられたのか、そうじゃないのかっていうことについては、現状で医者の診断というのがやっぱりベースになるのかなとは思いますが、ここは定義として、あるいはこの国民的な考え方として、コロナで自宅療養で亡くなったら、それはその方が何人いてどうなってるんだ、直接の死因がそうじゃないと医者の診断があったとしても、それは何人なんだっていうのは公表していくべきだとなれば、それは僕は公表していくべきじゃないかと思っています。それを今国からの問い合わせ全国にしているようですので、それを今一緒一つ一つ作りながら集計している最中だというふうに聞いています。ただその国からのこの要請の中で、保健所の判断により自宅療養になったものというのがあるんですけど、ここについて、ちょっと不明瞭な部分があるなというふうに思っています。つまり僕は保健所、最後はどうせいずれにしても保健所の判断であるんですけどね、自宅療養中の。ただ今回 その女性の2人の事案もそうです。これはどうしても家庭の事情もあって自宅療養というのはご家族の方も希望もされる。でそれ以外で他の死亡事案として皆さんの前でお話しさせてもらった事案もありました。本当は入院が必要だと保健所で判断したんだけども、ご本人がこれはもう大丈夫です、入院しませんという話があって、いや入院した方がいいというので、奥さんからご本人に説得してもらったけれども、でもやはり本人がちょっとこう入院しませんとなって、お亡くなりに翌日になったという事案もあります。これもこういった案件も、つまり保健所の判断で自宅療養として統一基準でいくのか、どうするのか、僕はもう入れたらいいと思うんですけど、ここの国が求める基準というのは僕はちょっと統一してもらいたいなと思います。じゃないと大阪ではそういうのは国に当然情報を提供して公表するわけですけど、他の自治体では公表しないということだってはならないと思いますので、やっぱり国の基準というのは合わせにかからないと、これまでの重症の基準がなんかバラバラになったりとか、比較の対象にならないものを、メディアの皆さんそれでも比較するわけですから、そこの基準の明確性というのはぜひ国にお願いしたいなと思っています。で僕自身が今単独から今日も報告を受けて、そういう気づいた点というか、そこで保健所の判断により自宅療養になったものというところがあるので、メディアの皆さんもちょっとそこは注意してもらって、注意してどういうふうになっているのかなというのを見てもらいたいなと思います。ここはきちんと基準を明確にしなかったら、自治体によってはさっき僕が申し上げたような事案というのは保健所の判断で自宅療養したわけじゃないので、これは本人の希望で自宅療養する、これはやっぱり一定あるんです。だからそこを除けばお亡くなりになられた方の数の比較にならなくなってくるので、どっちにするのかっていうのはきちんと明確に国としてぜひ指標は出した上で、全国の数字を集めて公表してもらいたいと思っています。この点がどうも今担当の話聞いているとちょっと明確になってないし、その通達がないということなので、大阪府としては個別にこういう事案があります、ああいう事案がありますっていうのを報告しているので、それはいい、じゃあ入れましょうとか、なんか大阪府と個別にやってる感じがするんですけど、こういうのって言っていかなかったら都道府県の独自の判断になると良くない。で僕は基本的に公表すべき事実をどんどん公表していこうという考え方ですけど、いや保健所の判断で自宅療養になったものだと書いてるんだから、本人希望のやつを外そうよというのを自治体で決定すれば、それは闇に消えていっちゃうので、どっちにするのかっていうのはきちんと明確にしてもらいたいというのを先担当部にも指示をしました。で我々としてはきちんと送ってる最中ですけど、そういう意味でお医者さんがコロナ関連死じゃないような死亡診断書の書かれている案件であっても、コロナの自宅療養中にお亡くなりになった方がいるんであれば、それは公表していくべきだというふうに担当部には伝えています。
ちょっと今後また担当部に伝えて、うん、まあ、そういうふうに大阪府独自としてやられることっていうのを考えれば。あ、いや、大阪府独自っていうか、これ国でね、あのまとめるっていう話だったので、あの全国で今あの厚労省があの調査をかけてるって聞きました。だからあのそれは僕はあのあるべき姿だと思うんです。なので全国で公表すればいい。ただ公表するときの基準を明確にしてくださいというのが僕の考え方で、自治体によって独自に判断してですね、あの、まあ、保健所の判断で自宅療養やってない人っていうのは絶対あの いますね。これは僕ら現場のやっててやっぱりいるんですよ、少なからず。なのでそこを省かないように、あの国としては全国に通知を出した上で、だから基準をきちんと明確にした上で、あのこの全国から自治体の数を集めて公表する、我々も考慮しますので、ぜひそういう風にしてもらいたい。じゃないと基準がずれてね、比較にならないものだけが出てきて、あのでも皆さん比較されるじゃないですか。だから基準とそこの基準はと、うん、調整しすべしというのを伝えて、その最中。ありがとうございます。ABC です。大阪府内でコロナの患者が出て、今日でちょうど1年となりますけれども、まあ、当初振り返っても一言お願いします。あの未知とのウイルス、未知のウイルスとの戦いの中で、なかなかわからない部分もありましたが、あのなんとかこのウイルスを抑え込んで、まあ、社会経済、そして感染症対策をするということでこの間やってきました。あの情報についてもできるだけ開示をしていく、そして、まあ、判断からできるだけ逃げたくなる時もありますけども、できるだけ判断はしっかり判断をして、こういう意でただ考えてるんですっていうのも、いろんな自分からのニュースを発信し、メディアも通じて発信したりして、どういう理由でこういうことをしているんだっていうのができる限り、判断決断をするということで、この間組の皆さんを守るという観点から実行してきました。まあ、十分な点不十分な点あるかと思いますが、正解のない中で 今もまだやってるわけですけれども、まあ、なんとかこのコロナを抑えて、まあ、活気ある大阪をまた取り戻したいと思います。当初はまだどういうウイルスかというのもさらに今より分かっていない状況だったと思うんですけども、当時の対応を今ご覧になって、なんかどういうふうにお考えですか？やはりあの未知のウイルスだからこそ、何もしないという判断が、まあ、常にあの付きまとうんですけども、誰かが何かをやってからというのが常に付きまとうんですけど、まあ、そこはできるだけ何が起きるかわからないからこそ、できるだけ情報を集めて情報も開示して、こういうプロセスでこう決定する、判断する、なんとかこのコロナ禍を抑えていくっていうことを心がけてやってきました。あの、まあ、これは当初のバスガイドさんから始まって、ライブハウスから始まって、その時もいろいろ公表しましたけども、ライブハウスが始まってクラスターっていうのがぼやっと見えてきてですね、緊急事態宣言に入って、まあ、その前には兵庫と大阪の往来の自粛であったり、なかなかその時点で今のように正確にこのコロナの情報っていうのが把握できてたわけではないですが、その時分かり知りうる情報をもとに、まあ、賛否もある、判断すれば賛否が生じるわけですけれども、必要な判断を知事として行っていたというふうに思っています。やっぱり難しいですよね、判断としては。誰かが何かやってもらって、その後に判断した方がやりやすいので、もう全員がそれやるとなかなか物事が全員で沈んじゃう可能性もあるから、そういった意味ではそうならないように、必要な判断では必要な時にやっていこうと心がけてやってきました。去年の11月の段階で、来年の当初予算の収支不足、まあ、一般財源ですけれども、大学国営制度不足するという話でしたが、今回2月発表の段階で、まあ、1億近くぐらいになるという話に出てますが、それの改めての数字の受け止めですね。はい、あのやはりコロナ禍において、税収減というのが大きく響いています。それからコロナの対策関連ということも、これも費用がかかります。まあ、その中で970億円 この収支不足という、まあ、非常に厳しい財政状況だと思います。ただその中でも、やはりこれまで積み上げてきた、まあ、橋本さんの時代から積み上げてくれた基金、財政調整基金がありますので、来年度の予算はなんとか組めると思います。ただ難しいのは、その再来年度以降の予算を組むときに、
今の状態が続いていると非常に厳しい状況になるので、そういった意味では財政面において非常に厳しい状況にある中、ただその中でもコロナ対策、これはしっかりやっていきたいと思います。まあ、それから太田さん時代に大きく大穴を開けた減災基金の借り入れの使い込みと減災基金の借り入れの、まあ、禁じ手ですけども、まあ、その5600億円の大穴を開けて毎年橋本さん時代から斜めを し始めて、で僕の家賃になってからも300億円の真水で穴埋めしなきゃいけないというのもあります。でこれについても僕はやっぱり次の世代に負担を先送りするのは良くないと思ってますし、非常にコロナの厳しい状況ですけれども、なんとかこの穴埋めは僕のこの期で任期の中でなんとか終えたい、ほぼ終えるという状況に持っていきたいというふうに思ってますので、来年度の予算にもこの270億円の穴埋めの部分については入れてます。入れて考えていきたいと思っています、うん、それを入れて考えたときに、まあ、やっぱり970億円、まあ、あるので、まあ、その後本当にこれはもう穴埋めが本当に立つなと思うんですけど、でもやっぱりここはもう行政の連続性があるわけだから、なんとか減災基金の穴埋めを終えて、ね、大阪府として健全な体制でやっていきたいというふうに思って財政を目指していきたいと思います。まあ、でも財政は厳しいですよ、本当に。特に大阪府の税収というのはどちらかというと大阪市とちょっと違うところがあって、法人税収に頼るところが多いですから、法人税というのはいいときはいいですけど、悪いときは悪い、特に今はその悪いときですから、法人税収はぐっと下がりますので、まあ、それに対する手当の制度があるんですけど、それでもやっぱり影響は大きく受けますから、それが大きくここに、特に大都市、大都市部でこれは大きく起きてくると思うんですが、大阪の大都市でもこれが起きているという意味で、大阪府の財政は非常に厳しい状況です。だから財政規律を維持しながら、まあ、選択と集中を図って、コロナ対策もしっかりやって、大阪府の、財政をきちんと切り盛りしていきたいと思います。NHK の佐藤と申します。本日の府の発表で、インターネットでのコロナに関する調査の結果が発表されたんですけれども、そのワクチン接種に関して、その接種を希望すると答えた方が70代で7割ぐらいで、他の世代で6割ぐらい、70代以上で7割で、他の世代で6割ぐらいという結果でした。でまたその、ワクチン接種を希望しないという理由が、その副反応がよくわからないというのと、効果がよくわからないからという話だったんですけれども、こういった調査結果についてどのように受け止められますでしょうか。僕自身はできるだけ多くの方にワクチンを接種していただきたいと思っています。もちろんこれは副反応が、どういう副反応が出るのかっていうのをきちんとした情報開示をするのが大前提です。現在このファイザー製のワクチンについては世界でも何百何千万というふうに打たれています。その中での目立った副反応というのは、まあ、例えば死に関わるとか目立った副反応というのは現時点では確認はほぼされてないというふうに理解しています。一部アナフィラキーショックが生じる、まあ、これはアレルギー反応ですけど、ね、これはどのワクチンでもやっぱりあるものですし、まあ、それぞれそのやっぱり副反応って一定あるんですが、それが対応できる範囲の割合であり、割合は非常に少ないということと、まあ、対応できる範囲の内容のものだというものだと今認識しています。そういった情報を僕が認識するだけではなくて、やはりこれを広く広報で発信していくことが重要だと思います。副反応がどういうものなのかというのはやっぱりきちんとどんどん国からも発信をしていただきたいと思います。でその上でやはりワクチンを打たないリスクもありますので、打つリスクと打たないリスク、打つメリットと打たないメリット、やっぱりそこを踏まえた上で国民の皆さんにはご判断いただきたいと思いますけども、ぜひこれはワクチンを打っていただきたいと思います。僕自身は率先して打っていきたいと思います。で ちなみにそれは府民アンケートで1000人対象なんです。1000人対象で、今大阪府においてはワクチン接種を医療従事者のワクチン接種は大阪府が責任を持ってやることになっています。そして高齢者の皆さんだとか一般の
区民の皆さんは市町村が接種したいというふうになります。だからあのワクチンの連絡会では来週立ち上げて今やろうということは先に発表した通りですが、大阪府 の, あのまずは責任範囲としてあの主体としてやるのは医療従事者の方へのワクチン接種です。でこれはあの病院、それからクリニック、薬局の皆さん、歯医者さんの皆さん、歯科医の皆さん、あの救急隊員の保健師さん、まあ、あのそういった医療広く医療従事者の方、まあ、病院に行くとそのお医者さんだけじゃなくて、まあ、あのその一般職員というかその病院で勤務される職員の方も含めた、まあ、そういったものがあの広く医療従事者としてあの大阪府が接種のまずは1番目の対象になるということで今準備を進めてます。これについてアンケート調査をしまして、どのぐらいの方がこの医療従事者の中でワクチン接種希望されるかという数字を取りましたが、 79% の方がワクチン接種をしたいという希望があるという結果です。まあ、つまり約 80% です。人数にして31万人の方がこの対象になるというふうに思います。まあ、その準備を今進めているところです。まあ、大阪におけるその医療 の,、まあ、あの従事者、あの医療関係の皆さんも8割の方がワクチンを希望されている。そして、まあ、先ほどの不眠アンケートですけれども、それで65歳以上で確か 7割だと思います。できるだけ多くの方にワクチンの副反応、そこまできちんと情報も知っていただいた上で、僕はできるだけワクチン接種をお願いしたいというふうに思います。それは高齢者の皆さんの命を守る、重症化を守るというのがまず最も大切な目的です。でやはりもう一つはやっぱりこのコロナによって社会を止める、緊急事態宣言期間中です。多くの人が仕事を失う、生活ができなくなる、我々も感染拡大されるために本当に厳しい時短要請なんかをお願いする、こういうことをしなくてもいい社会というのを僕はぜひ目指していきたいと思っています。そのためにやっぱりゲームチェンジャーが必要で、ワクチンでそれが 100% できるかどうか分かりませんけども、その可能性が高いのはやっぱりワクチンなので、ワクチンが広がるように様々な適正な情報を、政府も出してもらいたいと思うし、僕自身も出していきたい、大阪府としても出していきたいと思います。そうです。その不眠アンケートに関連してですけれども、40代未満の方はですね、まあ、症状があっても軽い症状であれば受診しないと答えた割合がですね、まあ、3割前後に上るというふうな結果が出たんですけれども、それについてはどのように見ていますか。まずは高齢者の方、まあ、医療従事者、そして高齢者の方、そしてその次にそれ以外の方ということになると思います。まだ少し時間はあると思いますが、その時までにできるだけワクチンの正確な情報というのを国からも発信し、まあ、大阪からもできる限りそれを発信してですね、その若い方もワクチンを接種していただけるように、適正な情報を発信をしていきたいと思います。ワクチンの話ではなくて、コロナに感染し、例えば軽い症状が出たとしても、軽い症状であれば、40代未満の方はですね、病院で受診、自分が感染したかどうかの受診はしないというふうな割合がですね、国アンケートだと3割前後出たと。なるほど。ワクチンじゃない。ワクチンじゃなくて、そのコロナにかかったとしても、軽い症状があったら、まあ、受診をしないという割合が、まあ、3割前後、40代未満というふうな結果が出たんですけど。それについてはどういうふうに。ぜひもう受診をしていただきたいと思います。これコロナの怖いところは、急に症状が悪くなってお亡くなりになる方というのもやっぱりこれはあります。もちろんその致死率というのは若い方と高齢者の方で随分違います。ただやはりそういった急に症状が悪くなるということもありますし、こういう症もあります。そして何よりやっぱり若い方で症状が軽いから大丈夫だとなれば、そこからどんどん感染が広がって、致死率の高い高齢者の方に移っていく、基礎疾患を持たれている方に移っていく、病床が逼迫して他の病気の治療が難しくなってくる、まあ、そういう病気でもありますので、若い方はこの自分の命だけじゃなくて、自分の後遺症や自分の健康だけじゃなくて、高齢者の皆さんの命とか健康、その点でも非常にこの大切、病院に受診してもらうのは大切なことなので、ぜひ受診をしていただきたいと思いますし、検査も受けていただきたいと思います。
すみません、話変わるんですけれども、うん、そこの関連で、その調査を拒否した人たちに対しての罰則の考え方なんですけれども、大阪の場合、南でクラスターが発生したときにですね、自分たちが過去にどの店にいたかっていうのが、店がわからないというふうなクラスターの発生の仕方があったと思うんですけれども、ね、そういう、今、きちんとして考えられる、そういう罰則については、大阪であった事例とかを考えると、どの程度のものに関しては、例えば、行政罰であったりするものをやった方がいいというふうに考えますか。積極的な疫学調査には当然、ぜひ協力してもらいたいと思います。これは感染症で広がっていく病気ですから、そこで尻尾のトカゲの尻尾を切ることによって、ね、感染というのは尻尾切りができます。感染の拡大を抑えることができる。そのために必要なのが疫学調査なので、ぜひそこにはご協力をお願いしたいと思います。なんで南の事例でいくと、やっぱりそのどこでっていうのは、もうみんな口裏を合わせて教えてもらえないということはありました。でもこの多くの大きなグループで、その一定 の、 このネット上でこう集まってきて、間違いなくクラスターは形成しているけども、やはりなかなか教えてもらえない。確かあの事案はその誰が参加しているか分かっているから、保健所には言わないけれども、その仲間内ではその情報をこうどんどん回して、そして検査を何とか受けてくれて、やったという経緯があったと思います。だから保健所としてもやっぱり、なかなか疫学調査で答えてもらえない事例というのは あるのも事実です。でもっと言うと、特に第2波なんかでよくありましたけども、若い方でその症状ほとんどない方は、保健所が連絡したら連絡取れなくなるという事案もやっぱりありました。なのでぜひ記録調査にはご協力いただきたいと思いますが、その方法としてね、これ罰則を適用するから、じゃあその人たちを追いかけれるかというと、そう単純な話にはならないだろうなとは思いますね。一番やっぱり危惧するのは、いやもう罰則があるんだったらもう検査はもうやめとこうと、受けるのもやめようと、そういうふうにならないことをぜひ僕は少し危惧するところではあります。もともと症状が非常に軽かったり無症状だったり、軽い気持ちの方もいらっしゃると思う。これはもう 現実まで事実です。その中でこれはそういう集団で行動した内容は人には言えないと、じゃあもうでもこれもし陽性になったら保健所で言わないと刑事罰になるんだったら、これはもうやっぱもう検査でそもそもやめようかというようなことが、これがありやしないかというのは少し心配はしてます。だから法の執行者としてもその刑事罰の適用というのは、その疫学調査とか入院拒否段階についてやっぱり慎重にならなきゃいけないというふうに思ってます。入院拒否の事例もさっき申し上げた通り、やっぱり家庭の本当の事情だとかあるんですね。個人情報と言えないですけども、確かにこれは無理やり強制入院ってできないよねっていう事案があります。先ほども少し話をしました。じゃあそれを刑罰で処罰することで問題が解決するのかといったら、僕はそうでもないと思うし、でそういった特殊事案で何かこう刑罰を科すというのは、やはり社会の害悪になる、つまり感染がそれで意図的に拡大される、それを防ぐ効果があるんだったら僕は刑罰化すべきだと思うんですけど、そこまでの効果があるのかなっていうのが常に思っているので、僕としてはそういう意味では、実効性がどこまであるのかなというのは、その2つについては思いますね。保健所の職員も一生懸命信頼関係を結びながら疫学調査をやったりもしてますので、信頼関係なかったらそもそも検査、特にそういう若くて無症状とか軽い症状とか自分の行動を知られたくないというのそもそも受けませんっていうのがこれ一番良くないし、このコロナの、あとは感染力ですね、感染拡大力がある意味、例えばここで僕らが、ずいぶん距離を取ってますけど、一挙に1人おったら全員感染するぐらいの強烈な感染力があったら、またそういうのもあるかもしれないけど、実はコロナって密であったり、非常に飲食とか唾が飛び交う環境とか、一定の場では広がりやすいけど、そこまでコロナそのまま感染力が圧倒的に強いわけではないので、
本当にそれがどこまで必要なのかなとは思います。その感染拡大防止の観点からどこまで必要なのかな、つまり刑罰を科すというのはそういうことだと思いますので、ただやっぱり疫学調査にはやっぱり応じてもらいたいですよ。それから入院には応じていただきたいですけど、ただ入院はまず場所をね、やっぱり僕ら病床確保する中、その意味では僕も批判を受けてますけど、医療機関に対して正当な理由がない限り病床の受け入れを勧告できる、あるいは行動できるという、あっちの規定はぜひやってもらいたいと思います。ここはもう医療管理からいろいろメディアからの批判を受けているところですけど、僕はこれは必要じゃないかなと思っています。一方で入院の患者さん、入院の人をこう刑事罰で処罰するとかいうことによって、どれだけ感染拡大を防げる社会の害悪を排除できるのかなというふうにはちょっと疑問です。で、ホテル療養も確かに嫌がられる方は多いです。特に第2波なんかは非常に若い方も多かったですし、当時は退院基準というのが14日間で長かったり、PCR 検査で2回陰性とかっていうのがあったから、ホテルに入る期間も14日でとどまらない人もやっぱりたくさんいて、それが非常に苦痛だっていう人も確かにいました。ホテル療養から抜け出して、スルメイカ買いに行かれる方もやっぱりいました。まあ、それ4件あるんですけどね。まあでも、それでも、まあ、あの時代でもやっぱ4件なので、最近ではそういうのはほとんど出てないです。ホテル療養の療養期間というのはまず短くなりますし、少し症状がある方もホテルに入られていますので、今そういった意味で、抜け出して、誰かに移してやるとか、そういう悪質なやつは僕は処罰すべきだとは思います。ガマボイドがありましたけど、まあ、それは感染症法じゃなくても業務妨害とか障害で処罰できますので、本当に感染症法、つまり感染拡大防止のためにどこまで実効性があるのかなっていうのは、ちょっと疑問はあるというのが僕の考え方です。ただやはり疫学調査には応じてもらいたいし、検査もできる限り心配な人はどんどん検査に受けていただきたいと思います。その環境を整えることが大事なんじゃないかなと思いますね。ちなみに入院中の方が抜け出したというのは大阪ではないです。入院を拒絶される方は皆さんあんまり想像しにくいかもしれませんけど、やっぱりいらっしゃいます。さっきの死亡事例でもありましたけど、やっぱり家庭の事情とか本人の事情とかいろいろ本当に何人亡くなられたとか、いろいろこう数字だけボンボンボンとやっぱりメディアでも出ますけど、それぞれいろんな事情がだから中にはそういった入院を希望されない方、あるいはもうこれは確かに僕らは聞いてもできないなという方もいるのも事実です。だからその人に刑事罰を科すことで、科すこともないと思いますけど、入院拒否者が感染拡大を広げているのかなという、そうじゃないような気がするので、まあ感染症法の対策についてはそういうふうに僕は思っています。先ほどの枚方の事例なんですけれども、こういった事案があったということを知事はまずいつ頃報告を受けられたんでしょうか。この報道があってから報告を受けました。あ、報道があってからですか、うん、そうすると、先ほどおっしゃったように、まあ、コロナ関連死は扱いにはなっていないけれども、自宅で亡くなった方が、方について大阪は自宅療養中の死というふうにカウントしてなかったということも、また知事は昨日発表されたんでしょうか。そうですね、医者の診断書でコロナ関連死じゃない、コロナ関連死でない診断についてはコロナとしてカウントしてないというのは報告を受けて知りました。今後は、そういうのもカウントしてくれたというふうに指示したとおっしゃいましたけど、あ、違う違う、それは指示してない。今後それをだから自宅療養中の死亡とするのかどうかっていうのは、きちんとした基準を一定国で作ってやるべきだ。そのやり方自体は僕は否定してないです。大阪府から担当部から報告を受けて、このやり方おかしいやんかとは僕は思ってないし、訂正の指示とかは否定してないです。あ、聞いたのは今回の枚方の報道を受けて初めてですけど、というのは死亡診断書に、医師の死亡診断書にコロナ関連の記載がないのを、コロナの死亡として本当に扱うのが正しいのかどうなのかっていうのはちょっと僕はそういうふうに定義でいこうという全国的に決めればそれでいいと思うんですけど、今の段階では公表の仕方をこういう、医者は診断しないけどこうですとかいう公表の仕方とかいろいろある、まあ、そういった形でやるのはいいと思うんですけど、今まで何か問題があったとは僕は、この担当がやり方が問題があったとは思ってないです。報告を聞いて、
ちょっとね、確認ですけれども、小西さん、先ほどちょっと私、小西さんがコロナというふうに書いてないような案件でも、自宅療養中に亡くなったら公表すべきだというふうに、無理は言ってるというふうにおっしゃられたみたいな感じですけれども、この理解でいいですか？それは、そうです、そうだけども、今、それ、国で公表すると聞いてますから、国が情報収集しているので、国でも公表し、大阪府でも公表すべきだというふうに思いますが、定義を揃えるべきだというのが僕が一番言いたいところです。定義がやっぱりずれたら、他の自治体と大阪府ではやっぱり公表の仕方が、なんていうの、皆さんは一緒とかに報道するんでしょうから、ちゃんとした定義は、やっぱり基準として統一すべきだというのが考え方です。で、死亡、そう、そう思います。それと、昨日その白方の事例は、亡くなられたお二人とも、まあ、お母様が90代で基礎疾患あり、亡くなられた娘さんは60代前半で基礎疾患ありということで、まあ、大阪府も療養先の考え方についてはいろいろ整理されていて、二人とも、まあ、本来は入院に該当する方ですし、まあ、例外的に自宅療養だったり、宿泊療養を認めるという規定もありますけれど、やはりこの二人は基礎疾患がある時点で、入院させるというのは本来の考え方だと思います。まあ、ご家族のご意向があったということで、そのあたり難しい判断だったと思うんですけれども、再発防止という点からすると、今回のこういった同種の事例が今後起こりうるときに、その基準との出し方というんでしょうか、保健所はやはりより強くですね、いろんなリスクを考慮して、入院させるべき人は、基準として入院させるべきだとか、それの再発防止をどういうふうにしていくかというのは、今、お考えになりますでしょうか。まあ、当時11月27日の時点の基準でいくと、この60代の方っていうのは、まあ、その基礎疾患の内容を見ても、その症状の内容を見ても、入院の対象では、まあ、当時の基準としてはないとは思います。ただ、90代の高齢のお母さんの方は、入院の対象だというふうに思ってます。まあ、枚方の保健所もその認識で、90代のお母さんは、これは入院の対象だし、当時まだそこまで病床逼迫してませんのでね。入院っていうのがまず頭にあった上で、このご家族の方と話をされて、まあ、通常であればそのまま入院だったというふうに思います、お母さんについては。ただこれは本当に、家庭の、個別事情があってここでは言えませんが、入院することは難しかったんだろうというふうに思います。だから今ご質問で再発防止って何か問題があって再発防止みたいな指摘がありましたけども、この事案を見れば多分今でも僕はこの入院を強制するとは言えない事案だなというふうには思います。だから そういう意味でじゃあその中身なんやねんっていうのを聞きたいというのはあるかもしれませんが、ちょっともうここはその家庭の個人情報として僕もここでお伝えできないというふうに思います。再発防止というのは亡くなったという結果はやはり避けるべき結果だと思いますので、そういう点から言って、まあ、自宅療養がやむを得ないのであれば自宅療養中にできる、まあ、最近、まあ、カルトオフィシメーターのこちらの割る前に広げるかというお考えあると思うので、そういうことを含めてもちょっとお伺いしたいです。自宅療養中の対策として、去年12月の月末にから始めましたけれども、やはりお医者さん、まあ、保健所が毎日健康診断するだけじゃなくてお医者さんとやり取りができる仕組みってやっぱり必要じゃないかと思ってます。なので去年の12月の20何日間から始めた仕組みとしてオンラインの診療を受けられるという仕組みを始めました。その紹介制度を始めました。これに協力してくれる診療所のクリニックの皆さんと、それからこれは300で1700の薬が必要なんだと思いますから、薬の薬局の皆さんにも協力したい、そのスキームが出来上がったので、この周知をもう少しやっていきたいと思っています。でパルスオキシメーターの配置、そして、まあ、自宅の食事の援助ですよね、まあ、そういったことをまた来週トータルでまとめて皆さんに発表しようと思っていますから、自宅療養中のその対策ということについて強化すべきだし、そこの今までやってきたことも含めてトータル のパルスオキシンも含めたパッケージの説明を来週中にまた皆さんに改めてご説明をしたいと、まあ、パルスオキシメーターの全基本的にそういったリスクが高い方の全部配置とかお医者さんの
やるオンライン診療とか、やっぱそこら辺を組み合わせながら対応していく必要もやっぱりあるんじゃないかというふうに思います。あとはもう本当に国民の総意としてね、家庭にどんな事情があろうとも強制入院させるべきだと、本人の意思に関係なく強制入院、家庭の事情に関係なく強制入院させるべきだという意見があるんだったら、それはもう法制化して、それこそ本当に強烈な罰則をつけてやってもいいのかもしれませんが、僕はそうは思わないし、やっぱりどうしても家庭のこの人、この家庭の事情だと、それは入院って難しいのかなというのもやっぱりあるのも、やっぱり認めなきゃいけないところあるんじゃないかなと思います。やっぱりできるだけ避けたいのは、本人は入院したいんだけども入院できない、病床が逼迫してて入院できない、あるいはお医者さんがこれは入院すべきだと、本人が入院したいと思ってもやっぱり病床が逼迫しててものすごく症状が軽かったり悪かったりしたら、それは例えばお医者さんの判断というのは必要だと思うんですが、お医者さんの判断で入院しなきゃいけない、入院すべきだ、かつ本人も入院したいと思っているのに入院できないような、こうならないようにしなきゃいけないし、まあ、そういった意味では入院の自宅、入院を決定して、入院調整中の名のもとの自宅療養がずっと続くようなことがあったら、これは事実上自宅療養になるので、そういった事態にならないように病床の確保と感染拡大を抑えるということはやっていきたいというふうに思います。今の時点で質問ある方挙手をお願いしてもいいですか。はい、認定です。すみません、感染者数についてですが、まあ、毎日まあ400人は今週コンスタントで来るようになってきてますが、まあ、300人はまだ上回っているという中で、まあ、知事、これまでも300人以下を安定的に来るようにならないと、やっぱりなかなか基準からの宣言解除にならないということですけれども、その考えは変わらないというか、この確認をお願いします。これは変わりません。緊急事態宣言の解除基準はどう考えますかっていうのは、緊急事態宣言開始前に皆さんからもこれを聞かれて、で僕も答えている通りです。ステージ4の脱却っていうのが一番大切だし、それが一定の基準になるというふうに思っています。まあ、そうじゃあステージ4っていろんな指標があるので一律になかなか判定しづらいんですけど、まあ、分かりやすい目安としては1日の新規の感染者数が313名を平均的に下回るような状況というのが、やはり一つの基準になるだろうというふうには思います。まあ、そういう時には感染の感染の波としてもやっぱり下がっている傾向になると思いますし、その時病床が逼迫していたとしても、その後やはり病床が徐々に改善されてくるのは明らかになるので、重症病床なんて2週間ぐらい遅れて膨らんでいきますから、まあ、そういった意味ではやっぱりその感染病床の逼迫率が非常に重要で、病床の逼迫率を将来の逼迫率をやっぱり分析する上でも、今の陽性者がどのぐらい出ているのか、感染の傾向の何がどうなのかというのが非常に重要です、まあ、そういった意味では平均的にコンスタントに300人を下回るような、デコボコあるにしても下回るようなところがステージ4からの一つの脱却の目安であり、緊急事態宣言の解除の一定の基準になるというふうに思っています。今週は、まあ、金曜日で、まあ、ほぼ300台を超えるような数字で、まあ、来週、まあ、月曜日はおそらく少ないでしょうけれども、まあ、判断する基準がなかなか残り、もう火、水曜日、まあ、見るか、そこで300人、じゃあ2日連続で来た場合でも、まあ、それは考慮すべき数字に当然なっていくわけです。まあ、それ一つの基準として当然これは考えてますけれども、まあ、その効果が出るのが今週ぐらいだという話も随分させていただいて、前週比と今週比でいくと、昨日の段階でも 0.77 倍にやっぱ減少しています。その傾向がさらに続けば1週間比というのはさらに下がってくると思います。そしたらその傾向というのがどこまで推測できるのかということもやっぱり一つの判断かなとは思いますので、まあ、頭の中にある基準は300人以下をコンスタントになるようにというのが基準ですけど、そのトレンドというのは非常に僕は重視をして判断したいというふうに思います。だからまだ今の中で判断できないです。NHK の佐藤と申します。あ、
話戻ってしまうんですけども、ワクチン接種の医療関係者へのアンケートについて、その31万人の接種希望というところなんですけれども、記憶が正しければ、医療機関に対して、自分の医療機関、自身の医療機関でそのワクチンの接種をしていただけますかっていう質問もあったと思うんですけども、どれぐらい協力してくれそうでしょうかというのと、あと31万人の接種希望者に対して、十分な体制を整えられそうでしょうか。またこれ、担当部から皆さんに投げ込みをさせていただきます。今日できんのかな、整い次第投げ込みをさせていただきます。で、僕が報告を受けている内容では、先ほどのこの希望者の割合と数、それからワクチン接種する場所ですけども、これは医療機関になります。で、その医療機関でワクチン接種に協力していただける医療機関の数が、やっぱり数百単位で手を挙げていただいている。そして自分の病院で自分の医療従事者だけじゃなくて、他からも受け入れても医療と言ってくれている医療機関が約160機関あります。160の病院がそれに言ってくれています。全部で500ありますから、大阪府の病院で160の病院は自分のところの病院だけでなくて、他からも、つまり周辺の、ね、医療従事者、クリニックの先生とか薬局の人とか薬剤さんとか、そういった方も来てもらって受けてもらったらいいですよっていう、こういう協力していいよっていうのは約160あるというふうに報告を受けています。あとはそれをどう地域的にちょっと整理をして、もう僕らでちょっとリストも作って、この方はこのエリア、この方はこの病院っていう、この割り振りっていうのをこれからの作業に入っていきます。その上でできるだけ早く医療従事者の皆さんに接種ができる体制は整えたいと思います。今は着実に進んでいます。そのワクチンがいつ来るかがちょっと分からないので、いつ、来るのかなというところは分からないと、これは高齢者の施設、高齢者の皆さんに接種をするときの一番大きな論点になると思いますけど、やっぱりいつどのぐらい来るのかが分からないと計画がちょっと立てづらいので、それは課題ありますが、医療従事者のワクチン接種はやっぱり我々としては3月の上旬からの予定で、いろんなこのクーポン券の発行も含めて、医療従事者のクーポン券の発行は大阪でやりますから、その医療ワクチン接種の場所、そういうのも含めて今準備をしている。でワクチン接種の場所は基本的には医療機関になると思います。でそれに協力いただけるのが約160機関手を挙げていただけてますから、こう今から詳細な詰めをやっていきます。そこから増えたり減ったりすることあると思うんです。これは今あくまでアンケート状態なので、いろんなこの条件というのがこれから必要になってきますから、正確な数字じゃないので、アンケートの数字というご理解でお願いしたいと思います。そういった意味で多くの医療機関にご協力をいただいてそうなので、医療従事者へのワクチン接種というのは、なんとか大阪で責任を持って進めていきたいと思います。完成できるんです。話でも説教しなくても、自宅療養中に亡くなった方に関して確認がしたくて、今の時点で知事が把握されているのは、自宅療養中の死亡された方は3人で、その方は全員保険証ではなく、ご家族であったり本人の意向があって自宅療養してたところを亡くなったという理解でよろしいでしょうか。正確な数は今担当部が食っているので、国にも報告しますから、そこでやった方が数としては正確だというふうに思っています。で、コロナでいわゆるその亡くなられた、自宅療養で亡くなられた方、自宅療養というか自宅で亡くなられた方というのは認識しているのは、僕は認識というか、今のコロナの大阪のテーブルの中で認識しているのは3名です。で、その3名って何なのというと、1名については、2人はちょっと申し上げましたけども、まず、1名は入院が必要ですよという保健所からお話をさせていただいて、まさに入院が相当な方だったわけですけども、本人がもう良くなったからいいです、で、やっぱ入院してもらいたいので奥さんにお願いをして入院したけども、やっぱり良くなってるので大丈夫ですといった方が翌日亡くなられた。で、翌日亡くなる前に自宅療養決定を保健所で打ってますから、いずれにしても自宅療養決定を保健所で打ちますので、決定を打った後にやっぱり亡くなられているので、それは一つ自宅療養中にお亡くなりになる方だと思います。で、もう一人が保健所から、担当の保健所から
ファーストコンタクトとして確認したときに、最初の医師の届けではもう症状としては極めて軽い症状しかなかった、ほぼ無症状に近い状態だったけれども、保健所が翌日かな連絡を取ったときに非常に症状が悪い状況になってて、で保健所が救急車呼んだんだけれど もうお亡くなりになった。これは自宅療養の決定を打つ前なので、これは自宅療養中の死亡というかどうかあると思うんですけど、まあ、あとはコロナで亡くなられた方で、医者の診断はコロナによる関連しているというふうになって、3つ目がこれちょっと4月に遡るんですけども、昨年の4月にこれは担当部から皆さんに一件一件レクしていた時代ですから、そこで公表していた時代の案件ですけど、いわゆる週末医療を受けておられた方がコロナに関連して、本来では入院、入院が相当かどうか分かりませんけど、要は週末医療を受けられて、本人のご意向でコロナに関連しても、ここで最後の自宅でやりますという、もともとそういった考え方のご家庭、本人のご意思のあった方がお亡くなりになられたという方が、医者の診断ではコロナ関連しているということで、それが医者の診断でいう明らかなコロナ関連者は3名だというふうに認識をしています。でそれ以外の、それが医者の診断ではコロナ死じゃないんだけれども、自宅療養中で亡くなられた方が、いていらっしゃるというふうに聞いてますが、その数を今つけるで、これは国にも報告したいというふうに思っています。それを含めるかどうか、別の扱いしているのか含めるのか、あるいはそこはもう定義はきちんとね、やっぱり明確にした上で明らかにしていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。ありました。感染症対策です。感染症対策課を新年度から対策企画課と対策支援課に改編されるということがありましたけど、意義と狙いを。これはやはりこのコロナに対応していくためにさらに大阪府の組織を強化していこうということです。この間コロナが始まってから健康養分についてかなり強化してきました。新たなチームを作ったり新たな組織配置をどんどんしてきましたけども、今回改めてその支援課と対策課というのを明確に分けて、それぞれのラインをしっかりさせて、そしてコロナ対策を強化して人員を強化していこうというのが基本的な考え方。よろしいでしょうか。それでは本日、政務に関する質問される方いらっしゃいますか。それではこれで確認次第終了いたします。